は、冷凍イカ。ごめん、食えんわこれ。消した。虫食べる先生こんばんは、チャーハンわーん、わらわら。亡くなったイムシも好きだったよな。はい。おじゃたいた。こんばんは。僕が消したんだよ、お前許さねえわ。そういえばなんで前回の消したんですか？前回は、特定の宗教法人に対して、ちょっとね、発言があったため、削除されました。料理の鉄人の S。こんばんは。こんにちは。千葉清介です。前回の配信消して逃亡した姑息な男チーズ。じゃあその部分だけ削除したやつあげろや。6分遅刻です。うわ。政治と宗教と野球の話は NG。野球もなん？野球もそうなん？こんばんは。どうもです。島木雄介と申す者です。で、課金大先生こんばんは。こんばんは。そこは否定せん。焦がしニンニクのマー油とネギ油が香るザ。チャーハンおじゃ。こんばんは。油熱しすぎて火事起こすやつやって。いやー、そんな配信で火事起こすやつなんかおらんやろ。用意しない人こんばんは。お前配信消すなよ、岐阜の人がかわいそうだろ。おかんとかまでの話のみ OK。こんばんは。今日はですね、ですね、まあチャーハンですね。美味しいチャーハンをね、作ろうかなと思います。今日はね。うん。今日は。で、まあ。やめて、やめてあげてください。そう。そう。はい。まず。まあまあまあ、美味しいものを今日は作ろうじゃないかというところですよ。ね。もうなんか週末やからさ、俺も美味しいもん食わな。やってらんねえんだよ。クワガタなんか売ってるかお前。だからさっきアマゾンで買った、昆虫セットやつみたいなやつ買いました、さっき。ね。まだ昆虫食べる配信でね。そりゃ、まあお楽しみということですね。そう。そう。そう。ゲテモノ3品？クワガタ？え、クワガタ？クワガタ？クワガタ？4番、サード、クワガタ。おしゃれですか？やめてくださいよ。ご飯は炊きます。そう。え？いや、大丈夫です。てっぺん来へんよ。そう。あ、僕ね、でもコオロギとか、バッタとかね、普通に食べてたんですよ。銭ゲバライブ言うな。洗ってません。そう。洗ってもいいですけどね。全然食えるね。いや、僕のね、おばあちゃんとかが、鹿児島の山の方の暮らしの人でね、結構ね、イナゴの佃煮とか、コオロギの佃煮とか、バッタの、なんていうの、天ぷらみたいなやつとかね、僕食べてましたよ。普通に。いや、美味しいなと思って食べたんですよ。うん。そうなんですよ。なんか、みんなもっと食ってんかなと思ったけど、そうじゃなかったんだな。イナゴはよく聞くよね。コオロギ食べるのおすすめです。いや、コオロギはうまいんだぜ。いや、俺、バッタね。いや、マジで俺、捕まえて食ったかもしれんな、もしかしたら。岸和田の。貧困層だったの？住んでる時。ハチマキさんの得意料理ですもんね。そうですね。ちょっと、服変えます。さて、まあ、チャーハンなんですけど。G の話。米炊きます。何ダラダラ喋ってんだこの野郎、この野郎。今日は地牛だと思ってました。地牛の発言はやめてください。あれどこでした、カプコムでしたっけ、カプコムだっけ。この前のタイムシフト編集してあげろや。編集セガだよ。めんどくしい。あ、セガか。セガそうなん。あ、すいません。お米どうしよう。1号炊こうかな、2号炊こうかな。2号炊こう。いや、1号炊こう。そうそう、もうなんか疲れたもん、今日俺。もう、疲れてたよ、俺。なんか今週はなんか特に疲れたな。そう。なんか特に疲れたよね、今週。なんか。ババアチャーハンじゃねえ。焦がし。いや、もうね、そう、あ、わかる？そう。やっぱ、疲れてんだよな。チョマキスターズ、誰が入ってんだよ。
今からタクトカヒをまたぐ気かよ。で大丈夫だ、早炊きすっからよ。よし。でね、レシピはね、貼ってますんでね、また見てください。誰が焦がしババアチャーハンだよ。ババさんっているじゃないですか、ロバートのババさん。ロバートのババさんのやってるレシピ。そう、僕はね、この、いるかね。そう、その動画ね、貼ってますんでね、見てください。そう、俺これでね、覚えました。おい、ちょっと待って。すぐこれ広告行くやん。誰それ有名なの。ちょっと待って、 YouTube めちゃめちゃ広告。おい、ふざけんじゃないわよ。残さないで。ロバートの馬場さん知りません？これなんか YouTube ってマジでさ、なんか1分見たらすぐこう広告入れへん。なんかめちゃめちゃうざいねんけど。そう、いや詐欺じゃないんですよ、本当に美味しいものを今日は作るんです。ああ、そうか。ババの動画のコメント欄に誰とは言わんが、この動画を某配信者に見せたいなって書いてあるんだけど、これ先生のクリプトで。いや、俺じゃないと思う。私そんな自演はしませんよ。あれ何でしたっけ。あ、そうだ、ニンニクだ。裏でブラウザ使いましょう。そう、なんかアドブロックね、入れてるんですけどね。なんかこっちの配信用の PC は入れてないですよね。SE なのにそういうところがいいんですね。そう、ガジェット系とか苦手なんですよね。そういうなんか。終わったら米欄にこの配信貼っとくね。大丈夫、怒られへんかな。やっとね、ネギの切り方をね、この動画で学びました。こんばんは。ちまっとこなんてなんだよ。ババア、ババア、うん、ババア。ババアかな。Google のスマホで視聴アプリ出し広告取れない。先生、こんばんは。今夜は朝から踊るんですね。パラパラ。先生のお尻から出したやつですか。懐かしいな、パラパラ。先生の動画低評価半分くらいあるんですけど。高評価 してくれ。じゃあこれドラえもんみたいにケツから出せんだ俺。いや、ドラえもんはケツから出してないんですけど、秘密道具的なやつがね。そう。でネギをね、今日買ってきましたんでね。いや、なんかね、あんまりね、なんか、おすすめの動画とかには出なくなるらしいね。低評価にすると。ネギはね、多分10センチぐらいでいいのかな。はい。そう、ネギ大好き。ダメなんだよ、それ。何の話だよ。当てやろう。あ、テートネギやろう。10センチぐらいでしょ。こんばんは。どっちが？よし。よし。ちゃんと。え？定規とかで？めちゃくちゃ言うやん。あ、やっとね、蛇腹切りっていうのをね、勉強しました。ネギのね、切り方。こうね、先っぽからこう入れるらしいね。先っぽで、先っぽを先に当ててあげる。そうそう。こう。こうすると最後まで切れないからいいらしい。スコヤを使うと測りやすいよ。そのネギと先生のとどっちがでかいの？スコヤかな？いや、僕の方がでかいですけどね。でもそれ包丁の持ち方が違うよ。大うまやん。そんなの基本中の基本なんだけど、先っちょだけ、先っぽだけって先生がよく使う言葉ですね。先っぽだけ、先っぽだけ、先っぽだけ、包丁の持ち方。違うよ。で、これをひっくり返してあげると。で、これをまた同じように。え、これどっち？え、こっち？こっちにしてから？え、X にするの？ X にしないでよし。で、こっちも同じように切ってあげる。同じ要領で切ってあげる。ちょっと斜めにして、これはレベル上がったな。先端だけまな板につけてあげて切っていく。そう。で、こうすると、ネギがね、こう、なんていうの？なんでそんな当たり前のこと今までできなかったの？裏表分かっていないね。蛇腹状になればね、OK ですよということですね。ちょっと指でその切り方してみてよ。そう。こうね、こうなんか、え、じゃ、え、ない、なんか、え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 、なってない蛇腹切りに。あれ？あ、ちょっと待って、切る方向逆や。まあ、こんな感じでね。蛇の腹と書いてね、蛇腹。あれ？そう。こういうなんか
蛇腹、蛇のね、腹のような形になれば OK。で、これを普通にあとは切っていくだけで。もこみち監修厚切り豚のオイスターステーキ見に来たぞ。それでできましたか？ああ、壊しちゃった。これで、まあ。で撫でると全部取れる。みじん切りにしますか？ちまきさん配信前に練習してから紹介してくれませんか？ここは秘蔵の中華包丁の出番では。うん。ああ、まあそれ、そうだな。随分白くなっちゃいましたね。そう。それもっと角度つけないとあかんぜ。あ、そうな。失敗いや、ちょっと赤のやつはついに選択したのか。それでみじん切りに選択せないよ。いや、み、ね、うん、なったなったよ。いや、ネギはみじん切りじゃないんですよ、実は蛇腹切りです。ネギは蛇腹切りがいいのよ。これが蛇腹切りか。そう、蛇腹痛いだけやろ。蛇腹って、いつものことだ。蛇腹ってなんかちょっとね、スケベの言葉と思ってたけど違うんやな。とうとう関西が梅雨明けで来週から34度以上の予想ですが。やばいな、もう今日でも33度ぐらいあったんでしょ。今晩はキムチ捨てるとか何考えてやがる。初見です。かけずに入れるか。初見ではないだろ絶対。よし、 OK。これでね、まあまあランダムな感じでね、ネギが切れたら OK。 そうそう、強力紅白でセットなのか。なんで斜めに切ったのにまた斜めに切ってんの。わら、配信開始してから15分未だにネギの蛇腹切りを失敗しただけですね。失敗しただけ、切ってすらねえ。え、キムチ捨てたの？辛すぎた。キムチ食うたよ。頑張って食ったよ、本当に。いや、まあでもあれね、あんま美味しくなかった。なんかやっぱ買った方がうまいわ、キムチはな。そう、素人がね、そんなやるもんじゃねえわ、あれは。ネギは素人が作るもんじゃねえ、あれは。あ、ネギじゃねえ、キムチは。そう。でね、これはね、ちょっと。そう、実感した。いや、やっぱうまいよ。いや、どうだろう。あ、そうなん？キムチ、キムチってそうか。作りすぎた豚とかは？え、え、食べましたよ、昨日。苦い思いしながら。もう食えないよって言いながら食ってましたよ。豚単採取だよ。オッケー。で、先生は手続きだから蛇腹切りじゃなくて直腸切りにしましょうか。キムチって発酵食品なんだけど知ってますか？あ、え、ん？ん？漬物ではないのか？発酵食品なのか？あ、だから漬物とか作ってる場合か？ちょっと待って。先にあっちを、どっちをやった方がいいのかな。ちょっと手羽先餃子も今日は作るので。あ、そうなん？もうどういうこと？発酵&漬物、もうわかんないな。で、そう。次はどれだ。あ、手羽先は別に下味してないのか。そう、手羽先は別に下味いらないのね。はい。でももうやっぱあれや、無知やから、無知なるものよ。パチモン職人はこの稽古ター気にしなくていいんだよ。誰がパチモン、パチモンだよ。そんなに何もわからないんじゃ生きてても楽しくないでしょう。キムチは乳酸菌で発酵した漬物です。あ、乳酸菌、なるほどね。あ、で、豚バラを先に切るよりかは先に焦がしネギ油を先に作った方がいいみたいですね。だから先にサラダ、ネギしか切れてませんが大丈夫ですか？任せとけ。で、ね、これでね、サラダ油をね、まずフライパンに入れてあげます。大さじ3入れます。よし、1、2。それでちまきんで汚染した食材がゴミですね。そう、これをちょっとね、焦がさないようになんかね、弱火でやるらしいです。焦がさないように、いや、焦がすんですけど、ちょい焦がしぐらいで。ボンは来週から。
いや、ま、うん、でもね、このレシピね、フライパンでいいって言って、うん、まあね、中華鍋はどうしよう、炒めるときにやりましょうか。実家に帰るんですか？そうですね、実家に帰ろうかなと。実家に帰らせていただきます。そう、ちょっと待って、やっぱ中華鍋でやろう。すいません。いや、実家帰どうしようかな。実家帰るかすごい迷ってるんですよね。すっごいね、実家ね。家族にマシロちゃん紹介するの？いやいや、下どとこっち戻ってくるなよ。父さん紹介した人がっつって。そうそう、いや、せっかくだし実家燃やしとこうか。帰るなよ、お前が感染してたらどうすんねん。確かに、そうだよ、俺来週東京出張なんだわ。実家で長ちゃんとガンダムやるんか。いや、いや、料理させてくれんねん、実家帰っても。実家帰ってもね、料理してさせてくれねえんだ、うちの家。なんかわかんないですけどね。マシロちゃんがボコる可能性ある。ごめん、ちょっともう油の量がもうとんでもねえことになっちまった。いや、昔は料理できると思ってたんですよね。いや、うん、大丈夫だと思いますけど。そうです、ネギ油をね、先に作りましょうということでね。よし、ちょっと、はい。全館とマシロちゃんと父ちゃんで 3P か？通会どうすんのって言われてるのに、なんであちこち行くの？日本語わかりますか？家族もゴミなんか食いたくねえだろ。どうなるなぁ。中華鍋でやる必要ないんだけど、なんで移したの？え、いや、ちょっとかっこいいかなと思って。ごめん、肩力が入るタイプなので申し訳ない。日本語わかってるわけねえだろ。日本語難しいね。よいしょ、ちょっと弱火で。ネギなんかすぐ焦げるんでね、ちょっとめちゃめちゃ弱火でやっといた方がいいかも。そう、ネギの香りを油に移すという作業ですからね。お前いつも面倒くせえとか言って使うの嫌がってたくせに、何言ってんだよ、ふざけんな。今のご飯作りなよ。キムちゃん作ったろ、この間。そう、岐阜の人がやっぱりアーカイブ消えるっていうのは悲しいよなって言ってるけど、もう開きあるか。え、うーん、申し訳ございませんでした。今後気をつけます。以後気をつけます。ニンニクも入れようぜ。ニンニクも入れてもいいよね。ニンニクとネギ香るみたいなね。なんで消したの？なんで消した？だから編集したやつ上げ直せよ。いや、編集してくれよ。醤油入れよ。いや、ここに醤油入れたらバカするよ。実家に帰ったらトンボ池公園行くの？トンボ池公園、俺のホームじゃねえわ。俺トンボ池公園でチャリ盗まれたから行きたくねえよ、もう。あんな山奥の公園で俺チャリ盗まれたんやで。どうやって帰ったん？あ、めちゃめちゃ長い道のり歩いて帰ったんやぞ、俺。2時間ぐらいかけて。マジで泣きそうやったわ。編集の元素材消しといて編集してくれもクソもねえだろ。確かに。暗示はすいませんでした。おめえか、絶対許さねえぞ。友達4人ぐらいでトンボ池公園っていうね、山奥の公園に行って、で俺チャリ盗まれて、みんなチャリでね3人で帰るっていうね。で俺だけ取り残されて、俺いじめられてんかな。俺だけ取り残されてよ、歩いて帰ったの。じゃあ無編集の様子でにあげといて編集しとくから。それ意味あんのかな。よし、犯人は友達、かわいそうに、ね、そういうことか。俺撃ったか。近所の草むらで傘も盗まれてましたよね。一緒に帰るといいんだ。あれは俺が悪い。そう、ごめん、俺塾があるからっつって。塾っつって。そう、今頃北朝鮮の原っぱで元気に走ってるよ。チャリ乗りとかしてくれなかったの？一人で帰ったの？なんでモコズキッチン消したの？モコズキッチンはちょっとあれやったな。ちょっと発言がやばい、発言をあったからな。やむなく削除という形になりました。すいません。お前が盗まれるのが悪いんだよ。マジで上げ直せよ。ちょっと待って、これ弱すぎんじゃん。中華は赤だろ、基本。もういないと到着。カズレーザーの服。カズレーザーの服のつもりはなかったけどな。もしかしてモイちゃんの声真似してた部分か？そこじゃねえ。そこ全然やばくねえよ、別に。みんなやってるやろ、そんな。
なんか全然色づいてきへんねんけど、日が弱いから。やばい。やばいですね。え、でもみじん切りのやつで使えてて、なんか。村八分。そんなことねえだろ。俺なんなん、俺キツネな。全然あれだな。あ、そうそう、このシュワーっていうこの泡がなくなればちょうどいいらしいです。水分が抜けてなんかいいネガ油になるらしいです。変態、ね、変態って、またもいちゃんのモノマネしたの。その点がネギ油なの。いやこれネギ油って言うんじゃないですか。え、なんか全然、え、火弱い、これもしかして。全然色づいてこないですけど、ネギが多すぎるんかこれ。あんまり触らん方がいいんかな。いや、てかこの間になんかせいや。ちょっとおいおい、ニンニク入れてもよかったんじゃないですか。ニンニク入れてもいいよね。火が弱すぎるんじゃね。むしろ油少なくない。油が少ないんかな。ネギは青いところ使うもんだし。知り合いってバレるとタマで以外で食べ物買えなくなるって本当ですか。いや、そんなことはないです。あ、ちょっと焦げてきた。オッケーオッケーオッケー。いいね、いい感じ。ちょっとほっとけ。ちょっとほっとこう。あ、色づいてきたわ、だんだん。ちょっと火強したからな。これなんか周りからやっぱ焦げ始めるね。油に浸ってないとこから。知り合いってバレるとサイゼリアには行けなくなるのは確実。まあそれは俺ができんやからな。そう。一気に来るよ。一気に来るね。あ、来た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 。お前な、一気に来た。うん、俺な。玉出て生。どういうことよ。いやでも最近さ、なんかちょっと汚い話かもしれないですけど、なんかね。やっぱやめとくわ。やっぱこの話は汚いからやめとくわ。子供人間でしたけど。焦がしてるの？焦がし、そうです。焦がしニンニク。うんとおしっこの話。全部言うてるやん。全部言うてもうてるやん。お前。あ、いいね。これでいいか。よし、オッケー。これでオッケーですね。ここまで試せ言わないとか人としてどうかと思うわ。関西人なのに途中で話やめるの。料理で遊び配信をじゃ。笑。遊んでない、遊んでない。マスクで行くんだよね。その話とちまきさんの顔面どっちが汚いですか。どっこいどっこいかもしれん。味見して。あ、くす。なんかめちゃめちゃ焦げてない。似合わなくなっても知らんぞ。ちょっと待って。あ、でもなんか、あー、これ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 。やりすぎる。なんかね、なんか、こうだ。これちょっと耐熱容器に入れます。アウト。え？アウト？トリップした？焦がしてるんじゃないの？そうそうそう、焦がしネギ油だからね。これでいいんですよ。これでいい。こうして。よし、これでいい。いい香りするか？ああ。うん、すごいね、焦げた匂いする。ちょっと待って、なんか焦がしすぎネギ油な気がしてきた。今テレビで声の形が放送されてるけど、これ見るといじめられた過去思い出して辛いですか。お前は、ああ、声の形見たことないですよね。声の形見たかったんやけど。これちょっと入れてあげよう。まずい。いや僕ね、ああいう心が叫びたがってるんだとかね、好きですよ。よいしょ。手遅れ。手遅れ。焦がしすぎネギ油。先生、その油もう一回舐めてみません。いやもうこれめちゃめちゃ熱いと思うで、今。今日はデイモン子は期待してもいいですか、先生の。ああでもね、ただネギ焦げてるネギだなこれ。なんかでもこれで合ってんかな。合ってるよ、合ってるよねこれ。こんな感じですけど。うん、なんかちょっとこう唐辛子とか一緒にあのやった方が良かったのかもね。唐辛子とニンニク。出ました、中華鍋。鷹の爪入れとこ。そうそう、鷹の爪とかちょっと入れた方が美味しいかもしれない。香りが良くなるかも。
まあ今ちょっと治癒し女バージョンなんかあんのか。普通はネギ頭使うから間違ってる。こすんかこれ。こして。え嘘。キムキさんの料理では合ってることの方が少ないので。この動画やったらなこせないよ全然。しかもこれ全然みじん切りじゃねえやん。全然みじん切りじゃないこれ。あー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 あああ。マジで焦げの味が映っちゃう。だからみじん切りじゃねえって言っただろ。いやでもまあでもいい香りしてるよ。まあ、ちょっとこれでいきます。多分美味しくなる。お前はいつもそうだ。ただのネギの素揚げ作ったの。兄とかで食うだけでもいいから。違う、これを入れるんですよ。このなんていうの、この焦げたこのネギも入れるんですよ。これを入れるチャーハンなんだよ。いつも通り助言は全部無視します。そう、配信開始から30分ネギを焦がして遊んだだけなんですが。そう、多分ちょっとみんなの持ってるネギ油とちょっと違う可能性がある。通過レシピ通りなんじゃねえの。そう、今んとこな。でちょっと豚バラを入れます。市販のネギ油ってそのカスなくね。そうそう、普通のやつはねないんですけどね。ネギ焦がしネギを香らせるので今回は油は油、焦げネギは焦げネギで別にしておくべきよ。まあ普通はそうやと思いますけどね。普通はそうだと思う。そう、普通じゃねえからちょっと待って、ロバとババさん、間違ってる？もしかして。お前はいつも普通じゃないな。俺が間違ってるんかな。ネギの香りは油についてるんだが、確かにそうだった。わら、動画見たけど明らかに色違えぞ。普通じゃねえからって堂々と言うなや。ババのネギ油はもう少し薄い焦げ色です。ああ、じゃあやりすぎかな。ネギは先生の頭だよ。ちまきの料理はいつも俺たちが思ってるものと180度違うものが出てくるじゃないか。黙って見守ろうぜ。ババちゃん緑じゃなくなったのね。そう、ああ、髪の毛な。もうだから、ロバートあんま見えへんもんな。テレビでな。豚バラをちょっと重ねて、まあ、あれかな、1センチ角ぐらいに切っていきましょうか。やっぱりババアチャーハンってクソだわ。こうね。これのもう半分ぐらいでいっか。ちょっと脂身だらけですけど。バラ多めね。脂身多めですね。ちまきさんもくくる以外ではあんまり見かけませんよね。まあくくる以外あんまやってないですからね。よし、こんな感じかな。よし、ちょっとこれ多すぎる気もするけど、まあ、まあいいでしょう。こんばんは。ちょうど完成したみたいですね。いや、まだです。そのまな板俺と同じやつやん。それ結局すぐダメなるから裏面使う方が使いやすいぞ。で洗ったか。あ、裏面なん。手は洗いません。人気ないところですよね。いや、これは俺残ったやつじゃないですよ。結構いいやつですよ。出てねえよ。ちょっと油なとこもありますけどね。いや、肉しいチャーハンをね今日は作っていきたいとね思います。ちょっと手洗っときゃよかったな、さっき。ほんとやな、6割油やねこれ。油も食べますよ。油だけ先に炒めて油出しちゃいませんか。あ、その手しかねえな。宮崎さんこんばんは。木本さん元気ですか。いや、煽り運転じゃねえよ俺は。はい、チャーハン作るふりしてまたアーハンハンが出来上がるんでしょ。おいしんぼのチャーハンの回を見直してきて。アーハンハンって何ですか。みんなお肉の多いパックから選ぶので、それは残ったパックです。そうなの。みんな油避けてたん。いやでもね、このレシピもね、ババちゃんもね、油身使ってますよ。油が多いところ。ババちゃんがやってるからさ、まあ間違いないよね。よし、オッケー。ちょっと切れてないな、全然。切れてる？切れてる？切れてる？どこのババちゃん？ロバートのババちゃん。みんな30代で早死にしたくないですからね。俺死ぬの。中華は大体ラード入れるから OK。 死ぬんか。ああそうね、ラードね。そうで、これ切れましたんで。この油が血管に溜まるんすよ。ちょっと怖いなそれ。動脈どうん
何でしたっけあれ、動脈硬化じゃなくて何でしたっけ、あ、動脈硬化か、そういうの怖いもんな。下味をつけるのかな、ちょっとごめんレシピがね全然忘れた。レシピって見ながらやるもんじゃねえのか。動脈なんちゃら。もうレシピがにゃん。あ、肉を炒めて。全然動脈硬化が趣味なんですか。動脈硬化じゃねえ。動脈硬化ってやばいだろ。肉を先炒める。すごいな。マジで油ばっかで草。そう。なんかハズレかな。いや重たいよなもうこんな油もう。20代後半よいしょ。脂身前世の股間も硬化してますか。硬化してません。ああもうどこかけてんの。ハズレっていうかお前品定めして買わないの。いや違うんすよ、もう品定めするほど残ってないのよ。もう豚が丸見えなのにハズレもクソもあるかよ。わら、昔上数で豚トロとか言って油の塊売ってたの思い出しました。トントロ。でこれを、ちょっと炒めていきます。一旦豚を炒めます。熱加えたら溶けるから必須とろみどろ。そうそう実際飛ぶからね。桃と東出正宏が離婚らしいですよ。先生チャンスだよ。誰、あ、もう やっぱ離婚しちゃうんや。あいつってあいつあのアンちゃんね。もう一回ちょっと炒めちゃおうか。先に肉をね、いや焦がす前提というかあえてね、そっちじゃねえよ、アンちゃんの方だろ。あー池田エライザね、何やったっけ、水溜りボンドのカンタさんとね付き合ってるみたいな感じでね、なんかいいなーいいなーって感じですよね。いやあんちゃん迫ってきたら、うーん、でもバツイチやからな、バツイチ子持ちやからな、ちょっと俺がそんな受け止めれる器ではないからな。そうですね。そうですね。ああ、なんかね、こじるりもそうそうそう、なんか今日会社で話題やったわ。おい、お前知ってるか？何ですかって。こじるりが、あいつと付き合ってるぞって。マジっすかって。まあでもね、まあ、こじるりもね、もう、ね、20代後半でしょ。油にわらわら。そう。すげ、気持ちさんは容易で脱ごめん。未来ですし、お見合いなんじゃないですか。そうだね。画面白ばっかでやばい。罰5万ってなんだよ。なんか油身だらけなんだけど。炊けた。米が。イカじゃねえわ、イカじゃないんだよ、豚なんだ、豚バラなんだよ。真っ白だな言うて、すごいよ、すごいねこれ、マジでイカだなこれ。よし、オッケー、これおいくら万円、これね、やばいわよ、ちょっともうやけくそやな今。今のやばいわよ、はもう。違います。ラードじゃないんですわ。また明日お腹壊してそう。これにネギ油でしょ。やばいですね。この油の塊の肉もときに油追加するのやばいって。ラードでも生成してるんですか。ラードはや。なんだよヘラ使いや。ヘラ。ヘラね。すいません。そうですね。ヘラ使えばよかったな。ケツから油垂れ流し確定、すげえな玉で。そんなバラムツみたいなことならないでしょ。よいしょ。こんばんは。ささら。ささらって誰？佐藤ささら。ヘラヘラしてんじゃねえぞ。もうあとも。
あともう卵だよね。卵、ご飯、あとは塩、胡椒、醤油。こっからもうね、素早くいかないとね、いけないんですわ。ささらってたわしみたいなやつのことよ。あー、あれか。あれのことね。ないね。頭の中の消しゴム。で、手羽先を揚げたいでござる。こんばんは。こんばんは。こんばんちゃ。手羽先は、ちょっと、フォークかなんかで、こう、ちょっとあのね、あの、ミスターじゃあ豚の油の上に鶏の油を置いてしまった。あの穴開けてね、火が通りやすくしておきますね。よし、てかどうしよう、さっきチャーハン作った方がいいか。いやでもさ、チャーハン作ったらあれやもんな、あの冷めちゃうしな。いやそんなことないか。手羽先って先に漬け込んどくもんじゃないのか。油身たっぷりのチャーハンと手羽先の唐揚げとかマジで寿命縮まるぞ。縮めてんだよこっちは。上司の顔思い出しながら穴開けてください。先に材料を用意しておきましょう。べちゃべちゃになるよ。同時に作りましょう。よし、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 油、油、油、中年として恥ずかしくないのか。いや誇らしげやけどな。よし、よし、よし、よし。いや結局ね、手羽先って一番うまいよな。あのこれ全部食えなかったら罰ゲームでいいですか。え、なんの痛い痛い痛い。普通待って、これ皮の方をやるんじゃないんじゃないか。身の方を刺すんじゃないかこれって、ふと思いましたけど。全体がやるとお肉をおもちゃにしてる風にしか見えない。おもちゃのちゃちゃちゃ。手羽先ってフォーク必要でしたっけ。え、なんかね、やるらしいですよ。柔らかくすんちゃうかな、肉を。その手羽先と先生の親近はどっちが上がってますか。どうでしょう。罰ゲームでお願いします。え、それ罰ゲームじゃないよ、それもご褒美やん。そう、皮に刺すんだよ。あ、皮の方ですか。身じゃないの。もうこれをやる意味がよく分からへんねんけど、まあ、まあまあレシピが言うなら従うまでですわ。え、その手羽先と先生の心はどっちがひねくれてますか。どっちでしょう。レシピに従ったことあるか。え、いや普通にね、レシピ忠実ですけどね。よし、まあこう下味大事だからね、鶏にはね。そうそうそう、塩は思うてる2倍入れた方がいい。よし。でこれちょっと味をなじませてる間にチャーハンを作ったら、チャーハンを作ったら中華鍋があのこびりつきまくるから、どっちなんだ、どっちからやれんだこれは。高血圧って言われてる人のようじゃない。どっちなんだろうね、どっちからやればいいんだろう。唐揚げならニンニク醤油が相性がいいんじゃないでしょうか。わら、前からだけどその塩に対する信頼はなんなん。どうだろう、まあいいや。これちょっと油取ろう。あ、じゃあですです。いやもういいや、チャーハン作れ先に。すいません、先にチャーハンを作りやす。ちまきさん高血圧なの。高血圧というか、あの血圧が高いですね。一緒か、一緒じゃねえか高血圧と。そうなんですよね、なんかもう135とか出ちゃってね、今年の健康診断もう。そんな濃いもの毎日食ってたら体おかしなる。終わりだなって思ったよね。え、だから早くさ、もう栄養士の彼女を作って結婚するということが一番の近道ですね。そうでもね、 A ダッシュやったよ。 A 判定じゃなかった、 A ダッシュ判定でした。お米で卵はね、溶かないらしい。あのババさんが言うには、ババちゃんが言うにはね。先生には一生無理ですね。栄養士の彼女、栄養士の彼女がいたら料理番付させてるよ。いやマジでいい。だからも
当てないんじゃないの？はい？他力本願。他力本願寺。まともにチャーハン作ったことないのに卵とかないとか絶対失敗するぞ。またそこに卵こびりつくんですね。栄養士の彼女は難しいから全部自分で栄養考えろ。今回は卵ね。いやいや初心者なら卵かけご飯にするのが一番ですよ。わら、卵かけご飯も変わってるやん。料理見せたらファミレスの方が健康じゃねとか言われるよ。わら。そうやな。うるせえ。栄養士の女でも的にってなんか DV してしまうかもしれん。名古屋飯やめなよ。ちくりの目玉焼きじゃないですよ先生。鍋焦げついてるだろ。知ってますよ。油はね、もうえっか。あ、そうだ。え、メンヘラ多いの？そうなの。俺も料理の指示は出せるけど料理できないよ。先生ドブされる側でしょ。ドメスティックバイオレンス。ちょっとこれ。料理屋さんと結婚したいってこと？ネギ油。塊ができそう。これネギ油を先に使っちゃいます。卵かけご飯にするのはお米に卵がコーティングされてるからやりやすいんですよ。わら。あ、そうなん？で先にね。ハイカロリーアップ。あっ。アバーアバー殻がバッチコリ入っている。栄養士の彼女より殺し屋の友人作った方が早いのではないでしょうか。え、卵は溶かないと火の通りがバラバラになってまずない。ダブル、弱すぎねえか。わら、絶対そのついとらんかった。と後悔するに一郎、チャーハンなら卵溶いてから入れないとダメだよ。すぐにかき混ぜましょう。わら、それぐらい手で。違うんですよ、ババさんのね、動画こうじゃないんでしたっけ。もっと熱しろよ。フライパン温まってないからくっつきますよ。チャーハンって高温で作るもんなんだけど。え、卵一個だけとか少なくねえか。さすがにこれは初めて見たぞ。わら、目玉焼き。わらわら、ブースモッケー。目玉焼きだこや。ちょっと火いいのなければ実力もない戦艦さん何してんの。わらわら何してん。ちゃんものデートルは早くかき混ぜないと。わら煙出るまで油ね。じゃあまだ諦めんな。諦めんなというか慌てんじゃねえよ。火が入ってますよ。わらダブル卵は溶かない方がうまいよ。ダブル白身が先生。それじゃあサニーサイドアップですよ。で実際ババの動画でもこうやって目玉焼きみたいにしてるからな。白身固まる。わらやべえ。わら手際が悪すぎてぶん殴りたくなってくる。まだ泡、まあ、わ平行のままでもいいんだ。どうなるんだろう。シャボの目玉焼きだこや。わらでここにご飯ドーン。これをご飯に乗せて食う。黄金チャーハン無理だな。わら早混ぜろ。わら材料の油だけ足されていく。わら慌ててに焼きチャーハン焼きだろ。そのババっていうのはバカなのか。でここでもう混ぜてあげる。絶対よかった。遊んでんな。でね、ダマを潰す感覚らしいです。そう、ダマを潰す感覚らしいですね。いや、べちゃべちゃじゃないですよ。これ実はパラパラになっていくんですよ、これ。まずそう、君によく知らんけど、先生がやったら失敗するとしか、ババみたいなチャーハン作るの、これ焦がしニンニクのマー油かネギ油が香るぞ、チャーハンですか？お食いって言ってみやつのやつな、ババへのその絶対的な信頼はなんなん？なんかババさんが言ってっから、おい、ババの兄さんが言うとるやろかいっていうね。フライパンで作るチャーハンと変わらないってさ。モンゴリアンちまきさんこんばんは。こんばんは。モンゴリアンではねえですけど。私もそろそろ完成ですね。めっちゃ鍋肌にくっついてますけど。わら、戦艦先生の玉を潰す。あの先にチャーハン作ったら食べませんか。やばいです。もうそこにめちゃめちゃこびりついております。おめ油が足りないんだよ。なんか黒い虫みたいなのは言ってない。これはね、ネギです。おそらく肉入れて。結局いつもと一緒。わらわら、そりゃこびりつくようにやってんだからこびりつくだろ。何言ってんだお前。早く餌入れて。おそらく。おい油。わら、まあこうなるような。なんだったんだその自信は。おい油。わら、下手くそすぎ。その水で揚げてからチャーハン作れば油がすごい馴染んでたのに。わらわら、焦がしネギ油って何ですか。パラパラですよ。だって鍋汚かったし温度低いんだもの。いつも鍋を温めないからくっし、今日は怒ってないんですか。そうっすね。使い方。わら、それってお玉でやるんじゃねえの。油で焦がします。ほら、パラパラ。お米作っといてパラパラはない。わら、なんで中華鍋まで使ってこんな下手なの。お、わら、お米できてますね。わら、肉入れます。おいな、火力不足。肉、これ、米より肉が多い。ちょっと待って。あ、やったな、これ。あ、またやったわ、俺。ああ、またやったわ。肉の量やばいわ、これ。またこれやってるわ、これ。またやったわ、これ。
最初から、やってます。嫌だから最初から分かってただろうが、わら、油まみれのチャーハンに油の塊追加、大丈夫、三角コーナーさんがいるよ、いつもやってるから今から驚かなくていいよ、それおかずにご飯食べよう、これ、またやっちゃいました。わら、チャーハンじゃなくて肉と米じゃん、これで、何人前、ネギは用意してないんだ、お前それ見てただけで、私が大喜びの勉強です。ネギはもう焦がしネギ使ってますからね。それで。パラパラやん、パラパラ。ちょっと。炊飯器からご飯取った時点で広げて十分さばったか考えなかった。わらわら。そうっすね。コロコロ、この小さな手でも口に固めよ。わら、起きてるぞ。こぼしてますよ。よし。パラパラわら。できた。できました。起きてればいいと思ってる初心者。肉落ちてる。鍋に焦げついててひっくり返せてねえじゃねえかよ。まとまりがない料理ってことでいいですか？誰の肉？先生、鍋は両手で持ってくるんじゃなくて片手で振るんですよ。こういうやり方知らないんだけど、はい、これでいいの？こういうやり方あるらしいですね。鉄鍋がないロイペペペ、ああ、ああ、重たい。良い子を真似しない方がいいやり方だね。ババが中火でやってたから中火でやってたんだろうけど、ババはテフロンのフライパンでやってたから中火だったんだろう。嘘つくな。はい。で、これでですね。あ、醤油入れてないわ。ごめんなさい、醤油を入れ忘れていますね。ちょっと醤油を。ちょっと待って、味ねえな、これ。だから味ないぞ、食べるときかけろ、このやり方、ちまき流、え、戻せ戻せ、わら。ちょっと醤油を。塩コショウとかもいらないんですか？塩コショウはね、塩コショウはやってないですね。塩コショウと醤油。もう塩コショウ、てかもう。マキシマン！お肉の素材の味でなんとか、え、4年料理やってこれ、また食うときに味ないとか言うぞ、なあこれ放置したらベタつくだろ。わらわら。練り油の香りだけチャーハン。うわ、しょっぱそう。まあ、私飲んでるのか、味も負けないでもねえ。ひどいな。パラパラや。お前もマキシマンで舐めてればよくね。わら。マキシマンもね、たまに、舐めたくなるときあるんだよね。いや、味付けというか素材の味を楽しむという意味ではね、真の料理人かもしれへんな。よし、OK。あ、そうか。ちょっといいこと。ちゃんとウェイパーローを入れろ。素材の味を楽しむマキシマム。同じ調味料かけてるやつが言うと説得力があるな。わら、盛り付けはドームみたいな形で、でも素材の味殺してるし。焦がして素材の味を破壊してる男が言うことか。BGM、水と、オフ、入れに変えてください。押し付けるな、わら、素材の味ってできないやつって感じ。そんな色気出さないでお茶碗に乗っけて返せ。スプレー容器に水入れてかけた方がいいレベル。え、レーモン壊ったー。おえ、完成、お米を潰すな、わら、ご飯を押し潰すな。毎回素材の味を楽しむって言ってるけど、楽しんでる？わらわら。楽しめてないかもしれん。しゃもじで押さえつけなくてもいいぞ。強引な形勢やめろ、わら、洗うの大変そう。そういうのって皿をかぶせて反対にするんじゃ。なんすかその鍋底。うわ、わら、お焦げが美味しいのね。そう、鍋の底が、わら、これが中華屋の息子のチャーハンか。鋭い一言が戦艦の心をえぐった。まあうまいだろうな。豚肉なかったらまあ美味しそうではあるな。チャーハンって炊き粗特有のお焦げ、わら、押し付けるな、わら、鍋を振りながらお玉に入れるんだよ。なんでそんな。そうそうそう、お鍋を振りながらやるんですよね。かっこいいよな、あの中華料理屋さんのあれ。チャーハン出来上がり、鍋焦げついてる、わら、押し付けるな、めっちゃしとる。いや、パラパラですよ、言うて。よし、オッケー。で、ここにね、ネギ油をね、ちょっと最後ね、かけてあげるというね。気持ち多めに入れないところがそもそもの失敗。ミスチャーハン、ギュッとするな。悔しいけどうまそう。量多くないですか？ちょっとミスりましたね。最後にかけるんか？え、どれだけ油入れるの？は？とどめの油、わら。ちょっと気持ち悪い。
気持ち悪くなりそうです。やめろ、うわ、わら、さすがったども中華料理屋を潰した王子の息子やな。おい、これはうまそう。わら、最後の油は風化きついぞ。こんなのある？あんかけじゃないの？お前それ好きやな。わら、これにはマークにもびっくり。いやなんかあんかけさんだよばっかじゃねえの。キムチチャーハンにしません。最後に虫乗ってるのやめろ、わら。でね、ちょっと紅生姜をね、パラパラっとね、かけてあげればね、完成ですよ。チャーハンなんか、生姜入れればいくらでも潰しつくからな。ありの違い。しょうがないにゃ。キムチ？その鳥の死骸は何なの？色合いセンス。カバンみたい。できました。焦がしネギが香る。僕の色がないと不安なんですよね。わかります。豚バラ山盛り。鶏の裸だよ。胃もたれチャーハンです。変わってもとるやないか。手羽先もやりましょうか。頼ますよ。チャーハンに紅生姜って伊勢中華料理屋の定番じゃないですか。うわ、焦げ臭い生ゴミ。これ絶対残すやつ。-20。豚の脂身とネギ油。わら、焦げたネギだね。健康チャーハン。ゴミ。なんでチャーハンと生の鶏なの。汚い。わらわら。胃もたれ味なしボソボソ焼き飯。先生食べてみたら食えたもんじゃないと思うよ。息子が焦げを見なかったことにすれば、チャーハン自体は意外とも見えるな。残飯見ていた。これで結構パラパラに見えるね。チャーハンできましたよ。だよこれ。血糖値スパイクってレベルじゃねえぞ。血糖値ぶち上げていくぜ。普段ゴミ食ってんのか。わら、東京に出張行くとき時点に会えばいいのに。これちょっとね、こうやっとくわ。よいしょ。手羽先上げていこう。まあ、結局手羽先だから900キロカロリー。主役はまずくなりますよ。チャーハンに緑色がないよ。自己とかいうのは違うしね。味をやめてください。最後に油かけた真ん中以外は食べません。焦がしネギっていうのもね、あるらしいんですよ。怒らないで。いや、聞いてるんですけどね。なんか右から入って、なんか鼻から出ていくみたいな感じなんですよ。でもちょっと揚げ焼きみたいな感じで しましょういかね。そう。まあ、ここはもうあんまりこだわらず。肉を以外はチャーハン別に悪くない。やっていいかな。ありがとうございます。いつから食べ物で遊んでると思ってたんだ、お前は。いや、それは、エンターテイメントです、ソニーよ。そうなんですよ。手羽先、どうしようかしら。あらはやだ。フライパンで揚げちゃおうかしらね。フライパンで揚げちゃってもいいんですけども。やめてきます。キムキさんは生き物でも遊ぶし、食材の不調になってますよ。油で、ちょっと待って、今日床掃除したのにもう汚い。もしかしてまだ何もできてない？いや、一つできました。チャーハソだけ。キムキさん優しそうなのにどうしていじめられてるの？テフロンのパンダあるの？優しいやつこれいじめられんだよ。優しいやつほどな。エンターテイメントって言えば許されると思っているんでしょうけど、こうやってただただ適当に料理、いかがく。これでちょっと残ってる油をね、使おうかな。これ、もういつの油かわかんないですけど。どうして同時に作らないのか。もういいや、もうくせ。おりゃーって。よし。ご飯で遊ばないで。多分、ガチで辛辣な米は草。なんだろう、素揚げでいいのかな、これは。捨てるんやろな。なんかあれかな。素揚げでいいのか。本当に優しいからいじめられるんですか。そう。いや、わからん。もうなんか俺に火があるんかな。参加してない。参加してると思うよ。チャーハンの作り置きが食中毒で一番危ない。喉から喜んで人を打つような人は優しい人ではないですよ。いや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 、まあ、それは正義だよ。正義、その戦争と一緒ですよ。どちらが正しいとかないんですよ。お互いが正しいことを求めて争い合う、そういうことです。床にめちゃめちゃ米というか、なんだこれ、ネギか玉ねぎか。
ちょっと温めます。マキさんかっこいい、優しいし、声素敵、人の話聞かないでミスしかしないから、いいんじゃ、床に玉ねぎ。出遅れた、すいません。先生まだ気持ち臭いよ。うん、多分臭いと思う。コロナかよ。いや、コロナはこんな反応じゃないですよ。マジで。いや、俺の記憶ではね、入れてたんですよ。多分書き換えられたんかな。これは韓国のどういう料理なんです？これはね、中華料理だと思いますね。オリジナルというか、ババさんのチャーハンですけどね、これね。ババさんのレシピだから、ババさんが作ったようなもんです。先生のハードデイすぐ故障してるから交換しよう。そう、もうね、揮発性メモリなんだ、俺は。脳が。一回電源落とすとね、消えちゃうんだ。マンジー確かにな。100リあるわ。よし。もう中華鍋のこの焦げ付きはね、もう早く落としてあげないとね、もう後から全く取れなくなっちゃうからね。ちまきさん毎日ゴリ食べられるってことは味覚障害が起きてるんじゃないですか。先にやっちゃいます。検査し、いかやく手羽先置き方考えておいたの。手羽先手裏剣かやく。手羽先ね。中華鍋はすぐに洗わないとね。バッテリーバッテリーしようぜ。そんなことないよ。こんばんは。そんなことない。てか中。だからささらかエッセイしてんだが。いやー、ささらね。ささら買うわ。ささら、ささら、ささらね、ささら、うん、ささら、ささらね、ささら忘れない。一年半くらい前はまだ不慣れで下手だけど料理を上手になりたいんだろうなって見てたけど、いかやく、いやまだその気持ちはあるよ。ありますとも。まだ。あー、世界の山ちゃんね。そうそうそう。あーなんか。世界の山ちゃんってすごいよな。あの味の濃さ一番好きやわ。そうです。料理ギャグ。そう、4年でこれ。最近のちまきからは一切向上心を感じられない。向上心の塊ですけどね。先にね、あのタレを作っておきますわ。タレね、すりおろしにんにく、醤油、みりん、酒、砂糖を加えます。あ、フライボーも好きね。何を作っていたんだ俺は。すりおろしにんにく、まあこれぐらい。そう、やばい、ちょっと待って、なんか鼻がやばい。醤油 100cc って結構だな。え、めちゃめちゃしょ、え、これ、え、大丈夫これ 100cc、 え、嘘でしょ、これ何個分のやつ。あ、8音ごめん、ちょっとコメントに反応できてなかったごめんね。でも 50cc ぐらいにしておきましょうか。嫌とするとニンニクが、こんな辛辣みたいな料理工程100人以上に見られて恥ずかしくないんですか。そう、むしろあれも優越に浸ってるかもしれないちょっとわかんないですけど、優越の使い方合ってるかわかんないですけど、うん、計算。ああ、そうだな、次回から計算します。アンチ系のコメントはフィルターで聞こえなくなってますね。そうそうそう、脳内フィルター。酒4、あ、酒買ってないじゃん。ちまきは羞恥心がぶっ壊れてるから未だに配信続けられてるんだよ。ユエス部なんですか。先生って中華鍋からやつとかしたの。から、初めはしましたよ。出されてる感覚ない。酒なし。酒はね、あ、紹興酒使おうかな。そうそう。ちまきフィルター、やっぱ200度になってしまった。ちょっと一回落とします。油ってなかなかあれだな、冷めへんからな。そしてちょっと紹興酒にしますね。ちょっと酒がないので、うん、まあ
変わんないし。紹興酒を使うならば砂糖を減らさないと。あ、そっか、紹興酒って砂糖入ってるんでしたっけ。ちゃんと言ってた人が辛辣になってきてるの気づいてますか。こすいません。でこいつとろみがつくまでやろうかな。片栗粉は大丈夫です。砂糖がもうちょっと入れてもいいんですけどね。あ、やばい、なんかポッ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 。どうした？なんかパチパチ言ってんな。さ、ドカーン。手羽先を、助けチャンス。助けチャンス。この油口に入れたらワタパチみたいにパチパチして楽しそうじゃね。やってみよ。やってやらねえよ。チンチンになった。マンジェ。ちょっと一回あげます。うちのお母さん全然料理に砂糖使わないんだよ。ダメだよね。なんか料理する。いやー、うちのおかんはね、逆に砂糖だらけでしたよ。うわ、やめて。嘘でしょ。一生懸命フォークで穴を開けたのに下味をつけずに揚げるやつ。俺が見るといつも揚げ物してるな。そう、揚げ物大好きなんだよね。もういいよ、もう全部いけ、ほら。水分ついてるから空跳ねる。鶏も油が跳ねるよね。あ、ちょっとこっちがすごいことになってる。あちゃ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 あ、やめて。何でもあったんですか。全身使ってないよ先生。そろそろ寝るね。おやすもい。温度一気に下がる。おやすもい。下手くそ。ダブル揚げ焼き風とか言ってたけど揚げてるだけやん。ダブルダブル、わらわら、ワクワクする。アクチだよ。ちょっとでかい でかいサイバーして。160度ぐらいじゃないですかね。そう、じっくり揚げますんで。手羽先どこに出すんや。よし、ちょっと5分、7分やから5分にします。7分やから5分、やばいな、もう超越してるな時間を。そして火がついてなかったみたいだわ。なんかはみ出てませんか。もう一気に強火からの消化。豚の死骸の次は鳥の死骸ですか先生。わき当たりますよ。気温高すぎだね。手羽先使ってないじゃん。怪妙。戦艦さん見てて、こいつバカだな。わらわら。で笑えてたんだけど、そろそろ笑いよりも怒りの方が勝ってきた。もうじっくりでいいんだけど全然使ってないじゃん。ほんますぐ火を消すのなんとかでや。そう。やばいと思ってね、なんかその火事だって思っちゃうんだろうな多分。わかるよその気持ち。この小さい鍋だと5本全部は多すぎたな。本当はみんな食べたい。そうやな。ゆっくりな。おやぶらするか。ちょ、ゆっくりやります。遊んでますからね。こういう時にね、洗い物をでしないとね、やっぱダメだな。できる男っていうのはね。野生動物はひよこ上がりますよね。料理しながらコメントするんですか。そうそう、野生動物、誰が野生動物だよ。もう一つの鍋はもうダッチ大丈夫。ダッチってなんだよ。もうちょっと今日、日本語ちょっとおかしいですけど、てか今週ちょっとなんかね、おかしいんですよ、僕。なんか分裂病みたいになってんすよ。魂が。そう。そのさ、じゃあそんなやつ、ツッコミ的なさ、ツッコミ的なやつのあるじゃないですか、その。なんかさ、ああ、僕、なんか今日はおかしいわーっていう、ちょっとしょうもないボケの時じゃなくて、本当におかしいのよ。引っかかる？やばい。あ、ごめんね。危なかったな、精神。また、なんかその軽はずみなさ、そういう発言がさ、なんかその、罪なき人をさ、傷つけてんじゃないかな。そうだな。気軽に統合失調症を闇するようなこと言うもんじゃないよマジで。ヘアート配信者が視聴者からタイトル、いつもおかしいをもらいました。リブで遊び始めた。そうそうそう。俺は君がおかしいから好きだよ。いやでも、精神分裂病ってあれな、統合失調症のことなの。俺なんか俺別もんと思ってたけど、一緒なんあれって。いつもは大丈夫な顔しないで。大丈夫だよ。千秋さんの出白い、そりゃ傷も暴れますわ。
めちゃめちゃ暴れとるこいつら。暴れる前で。病名って結構変わっていくもんだから。あ、そうなんだ。鏡の裏と表みたいなもんだよ。なるほど。なんかちょっといい感じに。両方読めば日本語として同じこと言ってるってわかるじゃん。いや。油何度だ？油は160度ですね、今。てか、なんか肉屋のさ、コロッケって異常にうまくない？肉屋のコロッケ。あれ、なんで？手羽先の方こそ少し焦げる。コロッケになればいいのに。コロッケになればいいのに。ラードで揚げてるから、空を肉がいいからよ。わら、油が違う。アレクサ揚げてる。油が違うんか。冷えたらまずいぞ。あ、やっぱラードとかで揚げたら全然違うのかな。なるほどね。いや、肉屋のコロッケうまいなと思ってて。ラードで揚げてるからか。違います。喉が壊れそう。マックのポテトもラードで揚げてるから美味しい。あれってラードなん？ラードですのあれ。てか、まずラードってなんなん？メンチカツうまい。あ、うまいね。なんか肉屋のメンチカツはね、好きなんですけどね。なんか自分で作ったりさ、おかんが作ったりするとあんま美味しくないんだよな。そう。ラードってに豚の油のことなの？ラードって。マックの油はラードじゃねえぞ。パーム油だが、母ちゃんに謝れ。パーム油。ラードはさっき先生が作ってたやつだよ。あ、あれ？あれ、あ、ラード？さっき豚肉炒めてる時にラードの話してたのに、ラードが何なのかわからないってこいつマジか？ラードってそういう、え、ラードって気持ち悪くない？それよく考えたらさ。素人がラードラード言ってるのマジか？ラードって気持ち悪くない？だってさ、豚の油ってことでしょ？ラードなにってさすがにネタですよね。命名費が強すぎません。お前の料理の方が気持ち悪いよね。大丈夫です。え、だってそれよく考えてみて、なんか人間で例えたらさ、ちょっと太ってる人のさ、脂肪ってことでしょ。そうなの。全然上がってないけど。それどりの手だけど大丈夫なの？ちょっとごめん、なんか今日はあかん。まあいいか。よいしょ。お前が食ってるバラ肉ラードの一部だが、そりゃ7分なのに5分しかやってなかったらな。なんでそれ例えたの？こんなもんじゃない？じゃあラーメンにもラードが使われることあるんですが、上がってない。ラーメンにもラードって使われてるの？あれって。あまり深く考えない方がいい。なんか、何？世界の闇な。ああ、確かに見てないな、それ。5分のレシピを5分にして、全然上がってない、とか完全にやばい、バラ肉の油うまそうとか言った口でラード動向を語るな。でもこれぐらいもね、火が通っとるから、お前が食ってる揚げ物の半分くらいはラードだぞ。そうなん？つらっ。おいラードするとこだってあるよ。じゃあ豚足を下で例えると人の足だから気持ち悪いの？気持ち悪いな。ラード使うのはコキ出しなのもありますよ。ラードが鬼ってどういう世界だ。いや、ラードは世界の闇かもしれんな。キツネ動物の違いを食べてるのに油気持ち悪いは意味わかんねえな。なんか感覚的な問題なんかな。なんかひまわりの油とかさ、ああいう油はさ、気持ち悪くないけど、なんか動物の油って考えるとちょっとな、なんかこうね、なんかね、ありますよね、なんかそう。ちょっと高温であげます次。その考えだとチャーハン食べれないやん。その鶏肉油出てますよ。動物の油まみてのチャーハン作ってそれ言いますか。ラーメンまで油とか食ったことないの。バターとか気持ち悪いですか。ヴィーガン気取りかよ。ヴィーガン誕生の瞬間に立ち会えてくれる。いや、怖いよな。が自然なんだが、今度から動物の油使うなよ。そうなん、動物の方が嫌いな。俺はわかるよ。動物切った油がはにこびりついて燃えるわ。オリーブ油で燃えるの？人って料理知ってる気になってるだけの人なの？ね、そうでしょ。わら。お前ちまき初心者か？たっぷりチャーハン食うのにそんなこと言って大丈夫？180度で4分なテストしていけ。はい。だから高温の場合はまあカラッと揚げないといけないですよね。短い時間でね。そうそう。ああ、ちょっと待って、付け合わせとか切ってきやがったな。なんか
今週ちょっとおかしいんですよね、なんか、やっぱり。なんだろう、シラウオ、水曜日にシラウオを食って、腹壊してから、なんかね、体調がずっと悪いのよ。うん、そうなんだわ。ちまき初心者、頭の中の俺がささやく。そう。よいしょ。お腹壊したの？そう、お腹壊したというか、おそれって腹、新聞熱病関係ないじゃん。なんだろう。いやでもそういうのからきっかけになる場合ってあるじゃないですか。知脳らんに寄け生虫おるんちゃうか。ど。知らん水け分ど。休めてないからでしょ。こんな時間とあ脳にダメージあるみたいだけど大丈夫か？あ。大胃の丈夫で中す。にいる魚に操られてるんだよ。ああ、乗っ取られてる可能性はあるな。よし、これでいいよ。200それ度をになっ元気た。にしようよ。もしかしてまだ食中毒なんじゃ？とりあえず整形外科うん、に行くか。統合失そうや調症な。は幻聴が聞こえたり誰かに監視されてるように感じたりする病気だけど、そういうのあった？下痢？それともそ肺れかも。はないです髪けのど。毛は大丈夫？よし、OK。よし、ここで上げていきます。うるせえ、バチバチうるせえ。あっちぇ、2度上げ。あ、やっぱ一気に上げちゃうと下がるから。もういいや、いけ。いかんかい、悪い。そう、ちょっともうね、だいぶ遠いとこからこれいじってんのよ、これ。あ、もう、なんか、くっついてる？なんや、それ。用事が入ってって。用、そうか。まあ、また今度行こうな、キャンプな。蓋の。あ、でもすっごいカラッといい感じ。あれやばいよな、あのニュース。結構危ないよな、あれ。アパワンショップ以来じゃん、あんな爆発したの。そうそうそう。おかげで地震速報なってドキッとした。しゃぶしゃぶ爆発事故は妊娠出るからあんまりネタにするな。一体がこんなそふうになってたもんね。そうそうそう。おかしい。油そう、うちのおかんもね、しゃぶしゃぶ温野菜で働いてるからさ、なんかね、ちょっと、おおってかなったよね。そう。何がつながった、お前の中で。怖いな、それ。ノーパンしゃぶしゃぶじゃねえや、それは天王寺のリッチドール安倍の天の話をすな、お前は。うるせえよ。そうです。そうなんですよ。食器とかそういうね、器具だけいっぱいあるんですよ。何がつながった、お前の中で。ノーパンしゃぶしゃぶってなんかちょっと夢あるよな。なんか俺もやってみたいな、ノーパンしゃぶしゃぶやってみたいというか、あれどういう、何でしたっけ、あれなんか接待ですよね、なんか。お食事券かなんかですよね。チャーハンはまだ息をしてる。そう。落ちっぱみたいなね。そうそう。あ、ごめんなさい。ノーパン飲み屋。何それ。まだ揚げてるだけだろう。あ、西中島南方にね、なんかビキニバーみたいなのあんねん。それちょっと行きたいなと思って、友達誘ってるんですけどね、毎回ね、いや、お前、ありえへんわ、みたいな感じ。まだだ。ありえんな。いや、ありえんくないだろ。いや、ビッ、
ビキニバーなんか見てる。そうなん。何それトップレス牛丼屋さんって。それなんかの映像作品の話ですかそれ。いや、そういうのは違うよね、なんかね。へぇ。それがノーパン、バーみたいなことか。よし、OK。上がりました。チャーハンどこ？チャーハンはね、もう、ちょっと今、天国で、天国から、手羽先を見つめてくれてるよ。みんなで乳首恐竜とかやだやだ。戦艦なんて普段から吸いまくってるからな。すごいバキュームになりそう。随分長く上げてたね。そう、ね、4分って結構意外と長いね。 NHK も会社の飲み会でコロナ、わら。さい、あ、ダメだな。飲み会はダメだよ。入力会社の親睦会でギリギリ行くよっつー。俺まじそういう店をね、行ったことないんですよね。そういうなんかなんていうの、でもノーパンの店ってお姉ちゃん見るより一緒に行ったやつ見てる方が面白いぞ。あー、なんかそういうことか。人の反応とか見たいわけね。レシピには2分あげるって書いてあったのに、俺が4分って言ったら4分あげたんだよな。お前はちゃんとレシピ覚えろ。4分って書いてるで。人間観察。戦艦の下品な顔見ながら笑うのがいいんだ。2分でした。2分でしたね。2分でしたね。うん。ミスったね。うん。しまったね。ごめんね。なんか全然違うとこ見てたわ。大丈夫、大丈夫。そう。でもこれぐらいが一番いいよね。そう。手羽先から揚げて。そう、俺一番これぐらいがいいんだわ。俺精神と時の部屋で修行してんちゃうねん俺。なんで精神と時の部屋で料理修行せなあかんねん俺。味はどうすんの？唐揚げうまそうやん。唐揚げ、うん。唐揚げうまそう。普段から腹壊してるし少しぐらい大丈夫やろ。近寄ってるなら何でもええわ。7分か5分になった分が帳消しになった。揚げさせておいて。そう、ちょっとね、ここで1時間半調理してまだここまでしか行かないのすごいよね。そう、素材の味を生かすなら生でいけや。よし、ちょっとこれ珍しく見た目がまともですね。そう、まあ揚げただけですからね、言うて。よし、 OK。 で、このタレにね、くぐらせたら完成。美味しいものはいい匂いがするはずだけど、どうなの？匂ってみて、その手羽先まだ生きてますよ。平日の夕飯作るのに一度時間もすぐには精神と時の部屋があくっじゃないか。あくっさ、ちょっと待って、これなんかおかしい。これコーヒーの匂いする。これダブルダブル、わらわらわら、3年前のちまきだったら揚げただけで手羽先が真っ黒になってる。やば、わらわら、よし、焦がしやがった、わら。紹興酒が臭いのでは。あ、紹興酒や、それだわ。それ戦艦の口の匂いじゃない？なんかそのタレ水っぽすぎじゃね？もっと煮詰めないと。それくらい作り直せ。紹興酒や、入れすぎたか。すげえな、あの材料からコーヒー作れるなんて。紹興酒腐ってんな。ちょっとこれはくぐらせない方が吉かもしれんな。手羽先は下味つけてます。もう生姜マシマシで作れ。ああ、さんの出番です。塩コショウでいくか。作り直そう。紹興酒ってコーヒーの匂いがするもんなん。塩コショウ振りかけ。あかん、これあかん、あかん。塩コショウでいこう。いや、すでに大凶ですよ先生。塩コショウ振って食べよ。試しに一つだけやってみよ。酒飲みの体の匂いがそんなんだぞ。手羽先ダイレクト投入だよ。捨てた、わら。醤油と砂糖足せば大丈夫だよ。そのまま流した。珍しく戸惑った。処分。捨てて醤油、みりん、砂糖、酒、ニンニクでタレ作れ。一生懸命フォークで穴を開けて、結局下味をつけませんでした。ちょっと、匂いで美味しいわかるよ。初心者の基本だよ。悪もすげー。捨てた、わら。ちょっともう一回作り直させて。三角コーナーイーン。排水口に飲ませた、わら。あかん、あ、なんかここちょっとまずいな。ポポポポポ。ちょっと紹興酒があかん、あれ。
ごめん。ごめんなさい。先生いやらしい音出さないでください。すごい治癒しぽかったな。気を取り直していきましょう。治癒しはあかんで。治癒しはもう謝罪せなあかんで。みりん醤油。また測らない。わら。みりん醤油。でいいか。であと砂糖でいいか。焦げるぞ。ダブル。チー牛作ったよこの間の配信で。でこれみりんをちょっと飛ばそう。紹興酒使えば美味しくなってると思ってるのはマジ初心者。使い方結構難しいんだよ。難しいな。アクセントで紹興酒入れてみないか。お酢でも入れようぜ。紹興酒を飛ばそう。うん。なんか全然わもうわけわからんこれわけがわからない。オイスターソース入れます。みたらし団子のタレ。俺たちの方がわけわからんのだが。ケチャップも入れよ。瞑想始まった。もうめんつゆにしよ。オイスターも同じだよ。難しいっての。わらわら。巻き島も入れて。マヨネーズも入れようぜ。マヨネーズ入れて。ある程度これタレになるようにしとこう。まあこんなもんかな。うん、これいいやろ。マヨマヨネーズも入れて。まあまあ合うでしょ。肉って結局うまいから、なんでも絡まったら。これね、ちょっとこれをシャーってやりますね。シャーシャーシャーですわ。ただの中華料理のまえんじゃんこれ。わらわら。まね、またチュポポポしてー。これ、ね、よし、こうです。味見してないけど大丈夫かな。チャーハンできた。そうなりますね。いや手羽先ってね、こういうもんですから。味見してないタレ怖すぎる。確かにな。あ、ちょっと待って。あ、やばいかもしれん。めちゃくちゃ甘い。ダブルダブル。で頼んでペーパーに吸わせてんの。山ちゃん行きたいな。まあ、大丈夫大丈夫。全部つけてから味見ってどうなの。ペーパーいらんか。甘いのうまいうまい。意味わかんねえ。砂糖減らせって言いましたよね。砂糖かよ。キャベツぐらい切っておいて。わら、完成。しかもごまかけるの忘れてるし。ごま最後最後。よし完成。スイーツですか。何に手羽先つけたの。タレかな。どの手羽先だと思ったら気持ち悪いですね。手羽先に込んでいくらだった。なんでまんじ型に置いてくれないの。まんじ手羽先、の上でごまかけるだろ。皿の上でごまかけたら汚くなるじゃん。この手羽先は久々に大当たりだな。わら、さすがに平均60ワイプです。ドガーン。うわ、なんかネギがゴミゴミじゃない、焦げ感がすごい。焦げじゃないんだ。あ、いやでも焦がしてはいるんだけど。チャーハンでマイナス90ぐらいいきそう。ラップ、わら、ウーバーしたチャーハン。チャーハンがマイナス100点だったからな。これはひどいよ。ひどすぎだよ。ウーバーイスです。なんか遠くから見ると買えるの揚げ物に見えてきた。王将さんあるな。なんか虫はいてますよ。冷めたチャーハン、ベチャー。なんでウーバーイーツの人ってあんななんか不愛想な人多いんやろうな。この黒いの何？ゴミ？
なんか毎回さ、ウーバーイーツでーすみたいな感じでさ、渡すときもなんかぶっきらぼうやし。ね。いや、わかんないですけど、僕の地域だけかもしれんけど。ウーバーイーツでーす。ウーバーイーツです。だからウーバーイーツしてるんですわよ。顔見て態度変えてんじゃね。ああ、そういうこと。お前電力疾走してきた後に愛想よく笑えるか。どうでもいいから、そこだけなんだから。冷えてる、虫の死骸が乗ってる、餌が多すぎる、最後の仕上げに油かかってる、不愛想だからウーバーやってんだろ。そういうことか。ウーバーイーツです。ウーバーやるような層の人間に期待しちゃダメだろ。お油がなければ。ウーバーイーツでもなんかね、結構、いやで、うちの地域のウーバーイーツは配達員ね、7割外国人なのよ。だからもうね、怖いね、なんか、ゴリゴリの、なんか、フレディ・マーキュリーみたいな人が配達してくるから、めちゃめちゃ怖いんだよね。あー、女性や、女性、女装して出ようかな、じゃあこれから。サスペンダーしてた？サスペンダーしてたかもしれへん。戦艦フレディマーキュリーのこと本当に知ってる？ドア開けて出てきたのが先生だったら。フレディマーキュリーってあれですよね、あの、なんだっけ、ボヘミアンラプソディみたいな。最近のチャンネルじゃないのか。そう、オッケー。そうし、そうね、そう、でも一回だけね、女性来たことあるわ。なんか若めのおばちゃん、若めのおばちゃん、矛盾やな。若めの。うん、若めの方が来ました、ね。こんばんは。できました。できました。できました。ウーバーイーツです。若めのおばちゃんとは人妻って言ってやれ。あ、そうそう、人妻。そうそう。若めのデリシュー自宅に呼ぶのはどうかと思いますよ。若妻みたいな。できます。若めのおばちゃん。若めじゃない。なんか床がすごい滑るぞ。これなんかすごい滑るんだ。わかめのおばちゃんダブルどっちだよ。わら、ウーバーイーツよく利用してるんですか？ウーバーイーツ、そうね、よく利用してますね。ウーバー好きですからね。どんだけ油飛んだと思う？わらに転がってない？ウーバーイーツです。90点入れに来ました。わら、料理してるの？ウーバーイーツ帰ってくれ。36歳が18ですって言ってるようなもんでしょ。うまそうやな。で、高校生とかウーバーイーツで働くね、のやつお金稼いだらいいんじゃないかな。え？そうなん？油飲む配信ですか？そうですね。できます。ちまきさんは作った料理がゴミになった時によく利用してるんですよね。学生確かできなくね。あ、学生できないんだあれ。できます。まあまずはチャーハンから食べようじゃないか。ね。豚肉もりもり買ってできます。個人事業主だからん。次回から動物性油は使いません。なるほどね。なるほど。パラパラかけるギトギト。なるほどね。最後の動物性油だぞ。よく味わえ。自己暗示すら。なるほどね。味が薄いってことね。わら、油しつこくて半分しか食えないだろうな。焦げてるやろ。ん、あ、これマジでアウトなやつだわ。なるほど、これはダメだな。油ギトギトで冷めたチャーハンの味はどうですか。今日の暗示はうまいという言葉が出てこない。ん、自己暗示が。ちょっと、なんかね、なんか豚の塊の上に焦げを乗せて、なんだろう、なんか、ちょっとね、焦がしネギがちょっと違うかもしれん。これ生涯で作ってきた中でのランキング何位ですか。豚の塊の上に焦げを乗せてチャーハンには違いないだろうけど、なんかネギじゃないな、これも。誰が焦がしたんだ。自己暗示が効かないなんて予想以上にまずいのか。餃子の王将だと思い込んでる何か。なんかこれもう普通にネギ油じゃねえな、これ焦げを食ってる。ネギじゃなくて君、うん、なんか焦げ食ってる感じだよな、うん、わらわらダブル焦げ油わら。あとなんかすっごいね、もうすでにもたれしてる。だからこせって言ったのに、それダメっすよね。ダブル三角コーナーさん、またお仕事です。速攻性わら、なんでそんなに焦がしたの。焦げ食ってるわら。悲しい。でもそんなに食べれるの。でもビールだけは裏切らねえんだよな。そりゃ最後に追い油するから。なんでこんなに焦げたかっていうと愚かだから。エビオスイッカ速攻性もたれ焦がし味の記録を示し、手羽先食べてみてよ。見ただけで
でわかるよ。わら、豚肉たがやいただけなんてありえない。もうお前の毎日油で壊れてんべ。油を上に豚のバラ肉からいっぱい油出てるし、最後に追い油してるしな。見てみこれ。ここ。ここ。すごい。もう油が溜まっとんね、この下に。その胸焼けが豚バラ肉がスーパーで敬遠される理由ですよ。ダブル、ギットギット、わらわら、ビタビタ、わら、べっちょべっちょ、わらわら、うわ、わら、でもそれ理由じゃないんすよ。唾液じゃないの。グループを持つ手がプルプル震えてた。ギトギト、わらわら、わらわら、ダメだ、それ、死ぬ、ぐえ、う、きついな、それは。味付けは油だったしな。ペーパーに吸わせろ。そこに油の池できてるのやばい。わらわら、これはおっさんにはきついですわ。これ油汚いだけじゃん。わら、そのネギが高菜だったらよかったのにな。あー、高菜やったら美味しいね。高菜チャーハン僕大好きなんですよね。たまるチャーハンある？油かけたんだからたまるに決まってるんだよな。誰がそんなに油使ったの？高菜うまそうね。それくらいでやめておかないと明日きつそう。今日も自身の体追い込んでいるね。ひどすぎる。わら。よし、ちょっと紅生姜入れたらなんとか食えそう。紅生姜でね、さっぱりさせますね。進まないね。最近高菜カレーチャーハン作りまくってるわ。電車に乗った。高菜カレーチャーハンうまそうやね。わら、かっこいい皿ですね。手羽先捨てる気なのかな。絶対営業出るし捨ててもいいぞ。手羽先行って。手羽先どうなのよ。絶対誰かに作ってあげようなんて思わないでよね。完食するのが先か。あー、友達に食わしてー。友達が食ってる顔見てーわ。このチャーハン。友達罰ゲーム、わら。いるの？友達、俺たちが豚バラは30代で死ぬ料理だって言った理由がわかりましたか？罰ゲーム通り越して拷問でしょ。友達じゃなくなるやつ、サイコパスかな？鬼の形相の友達を見たいの？それ友達？敵？山ちゃん言って理由がぶのにして。食わしてーな。できます。これめちゃめちゃうまそう。あ！うまっ！パリパリ。外パリ中ジュワ表面パリ。うまいもんってやっぱ口に入れた瞬間うまいんやな。うん。やっぱうまいもんって口に入れた瞬間うまいんだ。暗示じゃないから素直なうまい。めっちゃ理由合いそう。これ採点一緒にするの卑怯じゃない？味付けいや、ちょうどいいわ。戦艦にとって普通に完成した高級品になるんやな。手羽先100点、チャーハン100点。とにかく油飲みたいだけ。そうね、こういうのは食感だ。これはうまいやつってわかるよね。音だけは高得点、うん、チャーハンも焦がしうんこ油だけなんとかしてれば今日は良かったのにな。これ昇降しつけてたら全滅だったな、うん、舌が壊れてやがる。そうやな、これ昇降しつソースつけてたらもうマジで俺死んでギャン出たかもしれんな。うん、あーデラデラ海やマジで。てことで残りの3本は明日ですかね。山ちゃんみたいにずっと骨抜ける。美味しかったならよかった。わら、今すぐ俺たち。なんか山ちゃんってこうやって食うんですよね。こう縦にしてキュッて食うんですよね。今日の点数は手羽先に救われたな。うん、うまい。えらいけど、これマジでうまいな。もうなんか、うまいものはに入れた。もう文句なし、文句なしで70点あげたい。エセ大阪人の次はエセ名古屋人ですか？美味しい。70かよ、わらわら。うん。70でいいんか？70だな。素材に救われた。マイナス30点はどの辺？70かよ、わら。数日ぶりに料理を食べれて嬉しいか？逆じゃねえのかよ。70とか欲張りさんやな。下手なくせに厳しいな。いや、さすがに世界の山ちゃんとかには勝てん。どのあたりが70なの？表面がパリッとしてて。キャベツとかあればな。そう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 、なんか付け合わせをちょっと忘れてたな。そう、なんか付け合わせってすごい大事やなって最近思ったところやないな。手羽先70のチャーハンマイナス100でマイナス30点です。それだけで70。わら、手羽先70点でチャーハンマイナス100点。合計したらマイナス30点になるので、両面がパリとしてて。なんだ。アンダーフローしてるやん。ガスでもあればソースにマキシマム入れておけば20ぐらいいったのに。時間がわからん。わら、甘酢かけたの？いいね。最初から重そうって言われてたのにね。これから毎日に。甘酢というかそうだね。なんかちょっと甘辛いタレよ。はい。ってことでね、今日の配信はね、ここら辺でね、終わりたいと思います。
全部食えよ。え、すごい。わら、手羽先は。え、生ゴミが大量にまた生まれました。海鮮は。これね、ちょっとゆっくり食べたいな。食ってから終われよ。全然食べてないですよ。これちょっとゆっくり食べさせて。で、チャーハン。チャーハンをもうちょっと食べようかな。チャーハンは。マジでつらいな。結局全部油っこいんだよな。これチャーハンマジでくす。なんかあれなんだよ。チャーハンは三角コーナー。めっちゃ新鮮。わら。うん。美味しい。ため息つかない。美味しいわ。食えるわ。匂い。わら。チャーハンは捨てるよ。食える。チャーハンの油溜まってるとこ見せて。隠してんじゃねえぞ。ペーパーで取りなよ。チャーハンを配信のおきにしたんだね。一気に食べる。全然の芋ですか。 100% 暗示かけとるやん。三角コーナー急げ。このチャーハンマジでクソって言ったの。食えるだけで芋だけじゃねえんだわね。美味しく食えないぞ。だから最初に肉の油だけ入れて油出しましょうって言ったのに。食える。わら。めちゃ油いけチャーハン。自己暗示の達人やな。採点します。わらわら。ダブル罰ゲームやん。やめてくれ。わら。決めよ。わらわら。減ってねえ。配信のために寿命減らしてく。わらわら。減ってない。減ってないですよ。思ったより減ってなくて草。食べたふりして捨てる気だな。一気に書き込んだのに量減ってなくて。わらわら。腹減った。油だらけのチャーハンマジでやめた方がいいぞ。決めよしね。全然食えてなくて草。吸い込み音だけやん。吸い込んだふり。この台本壊れてるわ。吸い込んだふり芸。新たな芸を身につけました。あー、ちょ、これどうしようかな。これなんかもう一回炒め直したらなんとかなるかな、これ。ちょっとさすがに脂身がすごい、もうなんか胃もたれしすぎて胃が痛いから、もう今から炒め直す。とりあえず洗ってみたら、キムチ入れろ。そうやな、洗ってみるか。げてみるか。あ、そうか、ご飯一回足してもう一回炒め直したらいけるか。いや、捨てたらダメだよ。捨てたらダメだよ。油飛ばしたら良い。そうか、油飛ばし、ちょっと、そうね。もう一回ご飯出して炒め直すか。炒め直して。ご飯入れるならもう一回味付けしないと。ゴミの量が増すだけだぞ。そうだね、キムチを足してご飯も足す。キムチもうねえんだよ。ソースかけろ。ご飯足して醤油。焼きそば。俺の一番苦手としているそば飯を作れというのか。ドライカレー。採点の詳しい結果、放送者のみ、焼きそば苦手なの？そば飯が苦手なんですよ。そば飯が。ダブル。明日そば飯作ろう。ご飯足して炒め直して最後に焦がしネギ油かけろ。90点視点の1人増えてるやん。では先にちょっと救われたな。やばい。発揮臭おったのに。この間。さあ、この間どうぞ。最後のダイソンで平均上がったな。税もいるのか。わら。手羽先で7点くらい巻き返したな。興奮弱がマイナス10点入れてますが大丈夫ですか。興奮弱ない理由は何ですか。マイナス10ゼロの2大巨頭は崩れねえな。得意な料理があるみたいな言い方やめな。はい。コメント返しのコーナー。食ったふりに90点。さすちは。要望通り。要望通り。二代目小道を目指すのはオイオリーブで極めましょう。じゃあ俺、オイサラダ油でやります。これ素晴らしい。ハラハラのパワー。ハラ、チャラチャラのパーハみたいな。残ってるから低めにします。手羽先はいい。チャーハンは無理して食うな。捨てる。死ぬぞ。マジでちょっとやばいかもな。手羽先とビールで100点。明日はそば飯作ってみようかな。ああ、そば飯ずっと俺嫌いって言ってたけど、もしかしたら今食ったらうまいかもしれん。お残しちゃダメだ、あれほど。油の達人。チャーハン、マイナス10点ですが、手羽先、100点です。0点なのか。まずいって認められて偉い。馬場さんに謝って。真面目にやるよ。まあ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 、そうね。ゼロ点なんだよな。材料がもったいない。本当にもったいない。ちゃんと勉強してほしい。はい。チャーハン食えや残飯処理機のくせに。むちゃくちゃ言うてるな、こいつ。油見てるだけ頭痛くなってきました。すいません、ちょっと油が多すぎて。食材への冒涜。わかるよね。手羽先のごまの感じとか最高です。チャーハンの追い油限定なので、この点数で。
ちょっとね、チャーハンがね、足引っ張ったな。世界のちまちゃん、大成功。チャーハンマイナス100点。手羽先70点マイナス30点です。真っ白。真っ白ちゃんの話。明日行こうかな。リベ、梅田に。でも、いや、夜のお店行っちゃダメだからな。でも、ちょっと難しいよね。最近笑えなくなった代わりにイライラしてます。どうしたらいいんでしょう。明日見返します。手羽先が70になっちゃう。マイナス200点。やばいか。もう料理するのやめてくださいませんこと。なんかもう、お嬢が、いる。手羽先が過去最高に、出来がいいので、チャーハンは残飯に入ってそうな感じですね。最悪じゃねえかよ、じゃあ。無理、無理。あー、でもやっぱり、そうね、大阪だって200人超えてますもんね、もうだってね。言うてる。言うてもね、200人超えてるからね。そう。さすがにもうちょっとね、他人事じゃないよね。そう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 。プレイ的にはどっちなん？真面目なのは風俗はやめとけ。そう。チャーハンと残飯って似てるね。人口比率だと東京と大阪同じくらいらしいよ。そうやな。作れば安心。そうそうそう。16% ぐらいが髪の毛抜けるらしいでは出るぞ。そうなん。絶対嫌や俺髪の毛抜けるのだけ。大阪王将潰れたん？そうね。もうどうしようかな。もう本当に。助けて。早くアビガン2を。そう。はい。ってことでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。またね、次回の配信で、お会いしましょう。では、そうだよな。今はダメだよな。あ、いや、もうやめてよ。パワハラですよ、それ。タロットはちょっとしないですね。おい、ハゲじゃねえよし、チビじゃねえし。タロットなしです。動画を編集してあげようとしているので、多分明日あげます。はい。お疲れ様でした。また見ていただければと思います。はい。では失礼します。お疲れ様でございました。チャーハン食べきれ。今来たけど残してるの見えるぞ。お湯、ごめん。失礼します。